こに行くの？港から続く道を歩いてると、初めてオートに行った時の気持ちを思い出すな。ライザなら有効活用してくれるよね。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。これも使えるのか？よっ、集めておこう。いいの、手に入るかな。敵のお出ましだ。気をつけろ。ケント君がいれば安心だ。クラウディアの弓、期待してるぜ。私の戦力だよ。このこれでおしまい。まだいける。これで終わって。生きれるか。ライザ、私に任せて。心配せず俺に任せろ。ライザ、一匹やっつけた。差を切る。やったね、ライザ。今なら鍵が作れるかも。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。どんな素材も無駄にならないからね。ずいぶんとのどかでいい場所じゃねえか。ちょっと眠くなってきたぜ。敵のお出ましだ。気をつけろ。成長を見せてあげるよ、レント。やってやろうぜ。おしまい。まあ二つよ。今なら鍵が作れるかも。貴様を切る。ライザ、私に任せて。心配せず俺に任せろ。ライザ、ライザ、やったな、ライザ。力を、今なら鍵が作れるかも。見えた。レント、見えた。走らないでよ。ライザ、一丁やってやろうぜ。熱いのをあげる。見えた。よし、一匹やっつけた。やったな、ライザ。これで見切れるか。よいしょ。この位置なら今なら鍵が作れるかも。よいしょ。クラウディア、援護は任せた。バスするわよ、バス。あ、まだまだ強くなっちゃったね。よし、まだまだ強くなれるぜ。それ。さあさあ、集めちゃいましょうね。どこに行こうかな。ここでよく本。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は、材料は何入れようかな。レベルアップ。どこに入れよう。鍵の出番ね。
鍵の出番ね。鍵の力、期待してるよ。どれにしようか。よし、行け。できた。どれにしようかな。何作ろうかな。どれにしようかな。何入れようかな。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。入れる場所は何入れようかな。入れる場所は材料は何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。何考えず。鍵の出番ね。鍵の力、期待してるよ。入れる場所は材料はどこに入れよう。考えすぎかな。何作ろうかな。どこに入れよう。材料は何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所はこ。よし、行け。何つく。冒険の始まりって感じがするから、歩いてるだけでワクワクするの。集めておこう。それ。あいつ、手伝ってやるか。少しでサルドニカです。サルドニカ、みんな敵よ。おい、レント、背中は任せな。始めるよ。背中は任せろね。ボス号で決める。もう一度トライバー。今なら鍵が作れるかも。行くぞ。そりゃ行け行け。
リクライザー、つけた。私に任せて。やったね。我任せる。ドライバー始めるよ。大盤振る舞いよ。成長を見せてあげるよ、レント。やってやろうぜ、タオン。二刀で決める。これでどう。そっか、今の鍵が作れるかも。これでボースと戦うなんてちょっと不思議かも。ライザの錬金術、期待してるぜ。まだまだ少しでも早くよ。お前らにまだまだ強くなれるぜ。目的達成だ。戻るとするか。俺の剣の腕も上がってきたか。まだまだ高みは遠いぜ。これがサルドニカ、魔石装飾とガラス細工の街。恥ずかしいからあまりはしゃぐ。オートに来た頃もああだったよね。だってそう言ってもらえるのは組合長代理としても。組合長。はい、この町は町長ではなく交渉を束ねる交渉組合代理ってのは。先代だった父が亡くなって以降、若輩の私が。そうなん。父のことはともかく、代々我が家が担う組合長としても交渉としても尊敬できる父を。誇りを持って伝統を守るといったところか。そういう生き方も。例の文様については直ちに調べますが、我が家の蔵には一族以外の出入りができません。どうしてもある程度の時間はかかると思います。組合長代理の仕事をしながらなんでしょ。調べてもらえるだけで。その間ど、うん、錬金術の精度を上げるために魔石とガラスの加工技術を。両方となると。そうですね、場所を変えましょう。この先に広場があります。そこまで歩きましょう。どんな素材も無駄にならないからね。俺も使える。とりあえず集めておくか。いいもの手に入るかな。どうだ。ライザなら有効。こんにちは。何を買ってく。これで。はい。これ。はい。これでいい？毎度どう。
チア。さあさあ集めちゃいましょうね。ここも地図に記しておこう。えい、見つけた。工芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。今度絵画とかも見てみようかな。あ、発見。何が入ってるかな。何度経験してもワクワクするね。あ、発見。入ってるかな。お楽しみの時間だ。ここは丸の広場。そしてこの台座はサルドニカの会の建造予定。まだできてないんだ。サルドニカには大きく分けて2つの箱。その2、はい、魔石。二つの派閥はどっちが彫像を建てるかで揉めて。組合長の命令でも無理なのか。町長、組合長の役割は両派の取りまとめで。よくわかんねえけど、ライザには。なるほど、一筋縄じゃいかなそうだな。長く滞在する宿を取ってもいいけど、こういう町の宿は結構いいお値段するんだよね。そうだ、フェデリーカさん、町の外でいいから。町の外であれば許可はいりませんが、何をする気なんです。拠点建てちゃおうと思って。え、建てちゃおうと思って。聞こえなかったわけではないです。建てるって。うん、錬金。
いら店のもの全部買ってくれから。お、ふむ、いいものが。お、またいつでも来てね。いい雰囲気、噴水もおしゃれだね。さすが芸術の。いらっしゃいませ。今あるのはそれでいいの？はい、はい、はい、毎度ありがとう。来た道を戻ってトンネルを抜けた先、しばらく歩くと開けた土地が見えるはずです。よろしくね。こんな時間ま、欲しいのはこれ。ありがとう、これありがとう、これありがとうさ、これありがとう、これありがとうさん。またいつでもどうぞ。せっかく来たのに町の観光はしないのか？いらっしゃいませ。今あるのは、はい、それ、はい、毎度ありがとう。一旦後回しかな。こんな場所もあるなんてな。私は冒険の醍醐味。この調子で探索していこう。素材集めに行く。こういう道って冒険。わけのわからん不思議な鍵だ。戦ってみる？敵のお出ましだ。気をつけろ、おいレント。背中は任せな。背中は任せたぜ、ボス。それ、そりゃー、行けるよ。見切れるか。ライザー、今なら鍵が作れるかも。心配せず、俺に任せろ。ライザー、これでおしまい。一匹やっつけた。見えた、まだいける。これも決定の差か。当たるよ。行くぞ。くらえ。見える、一匹やっつけた。やったね、ライザー。力を、うっ。みんな、お疲れ様。
ライザなら有効活用してくれるよね。開けられたな。とりあえず集めておくか。これも使えるのか。どんな素材も無駄にならないからね。いいもの手に入るかな。ち、さあさあ集めちゃいましょうね。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。みんな敵だよ。成長を見せてあげるよ。連合行くぞ。やってやろう。二刀で決める。このいけー。行くぞ。くだれ。一匹やっつけた。心配させないか。私に任せて。ライザもう一度いけるか。今なら鍵が作れるかも。当てるよ。みんなお疲れ様。みんな敵よ。ライザの錬金術期待をしてるぜ。どうして戦うなんてちょっと不思議かも。いけー。あらら楽勝だったわ。空気が決まっいい場所じゃねえか。この先に空き地があります。そのあたりは。うん、行ってみよう。せーの。工芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うんうん、今度絵画とかも見てみようかな。チヤーチヤチヤー。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか。私がそんなに貴重面に見える。
うん、いい感じの広さ。みんな素材集め。もちろん俺たちも。もう一度聞きますが、本気も本気よ。さあ、入れる場所は、どこに入れよう。入れる場所は、材料は、材料は何入れようかな。入れる場所、材料は、材料は、何入れようかな。入れる場所はこんな感じ。よし、行け。ライザのアトリエ、サルドニカ支店ってところかな。錬金術師って一体何者？最初はそういう反応になるよね。すごいでしょって言ったオは建築学の知識でいろいろ教えてくれたり、レントとボン内装はクラウディアがアイデアをくれたしね。役に立てた。私も工芸の技術は必死に学んできましたが、みんな試しに入って。賛成。さ、フェデリーカさん。いいんですか？もちろん。うん、いい感じだね。今のうちから言っておくが、あんまり散らかさないようにしろよ。なんかボスがお母さんみたいなこと言ってくる。散らかすのは事実だろ。荷物を整理して一休みしたらサルドニカに戻る。フェデリーカさん、大丈夫？衝撃的な光景でした。